桐生君、これから部活かしら。その理事長代理って呼び方どうにかならないかしら。これから理事長室で執務よ。まったく面倒ったらあるしな。ま、暇があったら顔でも出してよ。バンドのこととかいろいろ聞きたいし。
く演奏してよ。キリュウ、第三弦が伸びちゃってるよ。これじゃあ音合うわけないよ。このギターはリリスがそのうちお引っ越しするんだから大事にしてほしいの。とても神聖なの。誓いを破ったらリリス死んじゃうんだから。
それはキリュウが魔法の勉強してないからだよ。人間族だってすっごい魔法使える人もいるんだよ。ナナイちゃんを描いた人だって人間族だし。知らない？キルシロナナイちゃん、絵の中に住んでいる魔法生命なんだよ。そうそう、持つ力と魔法の力って似てるんだよ。実際に音楽を使った魔法って多いし、音楽を作る魔法だってあるんだよ。はっ！リリス、用事があるんだった。キリュウ、今何時なの？
な。えらいえらい。ごめん、ちょっと部活の方の用事が押しちゃってさ、遅くなっちゃった。さあ買い出しに行きましょうか。あるはずないでしょ。そんなことどうでもいいでしょ。わけのわかんない詮索してる暇あるならさっさと行きましょう。お店閉まっちゃうよ。